オスヤギの像は、イラク南部にあるウルの王墓で発掘された2対1、大のオスヤギの像。制作年代は、紀元前2600年から2400年頃で、発掘された2体のうち1体は、大英博物館56号室のメソポタミアギャラリーに、もう1体は、アメリカ・フィラデルフィアにあるペンシルベニア大学考古学人類学博物館に所蔵されている。オスヤギの像は、 1928年から1929年にかけて行われた大英博物館とペンシルベニア大学の合同発掘調査によって、ウルオーボの死の穴と呼ばれた PG1237 号母から発掘された。発掘調査は、考古学者レオナード・ウーリーが指揮を取り、1922年に始められたものであり、ウーリーは発見された像にラムイン・エイチケットと名付けた。 これは、神がアブラハムに、息子、イサクを生贄に捧げるよう命じる、創世紀の、イサクの犯罪という逸話に由来するものである。創世紀22章13節には、以下のように記されている。この時アブラハムが目を上げてみると、後ろに、角を破にかけている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を捕らえ、それをその子の代わりに犯罪として捧げた。 創世紀22章13節、聖書日本聖書教会、1955年像は、発見された時土砂の重みで潰されて平らになり、内部の木製芯材も腐食していた。頭部や獅子には、精巧な彫刻が施されていたが、胴体部は、比較的大雑把な作りであった。ウーリーは発掘の際、像が、バラバラにならないよう全体を牢で固めた上で、地中から引き出している。 オスヤギの頭部と四肢には薄く溶いた歴性を接着剤にして金箔が貼られている。ジブは銅製だが、独章のため緑色になっている。角と肩部の毛皮はラピスラズリでできており、胴体の毛衣には厚めに塗った歴性で、貝殻が固着されている。ヤギの正規に当たる部分にも金箔が貼られており、腹部には、 銀板があしらわれているが、この銀板は復元の際に参加してしまった。樹木及び花も金箔で覆われている。像の立つ小さな長方形の台座は貝殻や赤色石灰石、ラピスラズリのモザイクで飾られている。像の前足と樹木は銀の鎖で繋がれていたようであるが、この鎖は完全に腐食したため復元されていない。二体の薄屋はもともと対面し、 後頭部にある金箔を貼られた突起で蜂、または何らかの容器を支えていたものとされる。ありがとうございます。